月刊エヌ編集部の金沢です本日は浅川豊さんにお越しをいただきましたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、中国経済がついに終了という、はいえー、ことらしいんですけれども、はい、そうですね大変喜ばしい <laughs>、えー かもししれないしある面大変恐ろしいかもしれないんですけれども、はいえー、なかなか面白い展開になってきましたね。はい、でもうあの私ね中国経済崩壊ってことで言うとあのこの「それでも習近平が中国経済を崩壊させる」の中であの詳しく書いてきたりしましたけれども、まあ、本当にねここの中に書いてるように、えー、習近平さんがですね民間企業いじめをガンガンやり始めたじゃないですか。す、はいね、でにあの 前 にここに出させてもらった時にもあの少し話をしましたけれどもえアリババにものすごく巨額な罰金が課せられるとかえテンセントののにも罰金が課されるとかテンセントのやっているゲーム事業に対して「こんなのは精神的あへ変だ」みたいなことが言われるとかもうなんかありとあらゆる形でもうなんか民間企業いじめみたいなことがどん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 進むみたいなが。 書くことが、ねえー、ああ出てきたりしたんですけれども、はい、でここで,です、ね、もう一つちょっと、ねえー、面白いのは、えー、習近平さんがです、ね、これは昔からよく使ってきた言葉なんですけれども「はい、共同富裕」っていう言葉があるんですよ。うん なんか良さげな言葉ですけどね。うんうん、みんなで豊かになる。そうですよね。そうですよね。富裕っていうのは今あの金沢さんが説明してくれたように、うんえー、豊かな意味の富裕ですね。うん、あの富裕と富裕層と貧困層みたいな感じの富裕ですけれども、うん、共同富裕というのを。 えー、打ち出してくることってよくあったんですけれども、はい、今回ですねこの8月17日に、えー、開かれた中央財政委員会会議っていう、うん、中においてですねでこれでその共同富裕の促進っていうのを今後の方針として明確に定める、うん、ということが 行われたんです。はい。それはどんな意味を持つんでしょうか。うん、ですよね。はい、と思いますよね。それで、えっ、ー、とね、分配というのは第一次分配、第二次分配、第三次分配というのがあるっていうんですね。うん、で、第一次分配というのは何かって言ったら、まあその普通に市場で取引します。うん、え、会社は利益を得ます。うん、得た利益を えー、従業員に給料として払う部分もあれば、うん、あ経営者が受け取る部分もあれば、うん、す株主が受け取る部分もありますね、うん、みたいな感じの分割をしますよね、ええ、これが第一次分配ですでこの第一次分配っていうのはあ単純にそれだけじゃなくって、うんまあ、マーケットの取引の中で。 えー、需要が大きいものは、うんまあ、一般的に成長産業として大きくなると、うん、で需要が少ないものは、まあ、ちょっとちっちゃくなるっていう、まあ、そういう点においての分,分配みたいなものも、はい、まあ関連してるんですけどまずこれが最初の分配と。うん、で次に第二次分配というのは何かといったら、ねえー、たくさん収入があった人は税金が高くなりますよねと。うんうん でえー、あんまりない人は税金あんまり払わなくていいですよね、うん、とさらに、えー、例えば福祉政策っていう感じのことをやればそれは低所得者層の方に、えー、どちらかというと手厚く言い,くいますよね、うん、とでそういう形で、えー、富が偏在するのをある程度鳴らすっていうことができますね、うん、とここまでになったらかすよね。われわれのような国家もやってることです,ね、うん、そうですよね。で 第三次分配というのがあるのがこれが中国の特色ある社会主義だという話をするわけなんですよ。で結局それって何って言った時に「お前ら儲けすぎだろ」うとう。うん、儲けすぎだからその利益、えー、国家によこせみたいな話だったりするわけですよ。で一応ね不法な利益っていうのと。 それともう一つ不合理な利益っていうのが分かれてるんですけどまあ不法な利益っていうのはまあこれはまあだめですよねまあ麻薬取引やってお金稼いだのも没収だまあこれは別に先進国でも同じかもしれないですです。が不合理な利益っていうのがよく分からんわけですよね。 そうなんですよどか主観的な形でもって不合理って決められたら、うん、それ不合理な利益になってしまうわけですよね。だからあの さっきあのテンセントの,そのゲーム事業とかっていうのを、ねね<え>えー、中国共産党があんなのは精神的アヘンだって言ってるわけですけど <laughs> そんな精神的アヘンで上げた利益というのは不合理な利益だから全額召し上げるとかっていう話をしたら「うん、ははっ!」っつって従わないといけないっていうような、まあ、そんな感じのことになってしまうわけなんですよね。 えー、いうような感じのことをこれからあどんどん進めていくぞみたいなことになったわけです。うん、でそのそうするとなんですけれどももういろいろちょっと儲かってそうなところに関してはいろんなイチャモンつけて「お前んところ儲かってんだからもうちょっと寄付よこせ」とか「お前んところ儲かってんだからもうちょっと上納金差し出せ」とか<ー>なんかねそういう感じのところを背びり取ることが 結構はっきりできるように体制を変えたというふうにも言えるんですよね。でも、こんなことをしてたら、うんうん、その全体的には貧しくなりません。<laughs> うん、絶対貧しくなってい,くならないなりますよね。ね、うん、だってね、その民間企業からすればですけれども、そうしたら、一体。うん、ね、何のために私たちはお金を稼ぐのっていう。うん 感じになるわけじゃないですかね。苦労してお金を稼いだところで全部持ってかれちゃうんだよみたいな形になったら真面目にやってられっかよみたいな感じに当然なっていくってことになりますよね、はい、でもね本当にその中で頑張んなきゃいけなくて実はですねテンセントってね、うん、ありますよねまあうん、さっきから何回か出てきてますけれどもあの、ね、テンセントはですねこの共同富裕のためにですね実はですね4月に 億そして今月8月ですけれどもまた500億元で、うん、合計で1,000億元まあ,あのそういう形で共同富裕のためにお金を使いますっていう形でねアピールしたんですよ。で1,000億元でいくらって言ったら日本円にして1兆7,000億円ですよ。うわこれ企業の差し出すお金としてはとてつもないですね。兆でですからね、はいで もうこれからは企業が儲かるっていうことを前提にできなくなりましたから、うん、株式市場からお金を集めてくるってできないでですすよねね、うん、そうですねなので株式市場から新しくお金を調達することはできない。すで、うん、に あるお金からすでにある資産からお金が出てきた部分え設けられた部分、うん、それは上に召し上げられるということになったら、うん、さあ企業に未来はあるんでしょうかっていう話になっちゃうわけなんですよね。でさらになんです。はいはい、えー、っとですね習近平体制は末端の行政組織ちょっとね 日本で言うちょっとピンときにくいんですけれども、うん、ええー、日本だとその市であるとか、うん、空であるとかっていうのが、うん、一応末端の行政組織になるんですけれども、はいはい、中国はもうちょっと細かいところまで分かれてるんですよ。なんかなんかで、ね、僕のイメージで言うと。 小学校の学区みたいなぐらいのイメージ、まあ,あ<ー>そのぐらいの大きさのなんか行政組織みたいな。そう,そうなんよではちょっと大きいけど。大きい程度。みたい市とか町とか世論がない。<laughs> そう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 なんかねそんな感じで、えー、その行政組織があるんですけれども、うん、その末端の行政組織に行政執法権というのを与えるっていうことを習近平指導打ち出したんですね。うん、はい。 で行政執法権で何ですかって言ったらこうしろあしろって命令しますよね。うん、でそうした時に「なんでそんなことやんなきゃいけないんだ」って言って逆らったりしたら、ね「お前逆らうんだったらおめえの財産没収するぞ」とか「うん、逆らうんだったらお前しょっぴいて豚箱ぶち込むぞ」っていうのがこれが行政執法権まあもう強権活動 OK そうそうそう,そう,そう。<laughs> <で>もう何でもやれ放題です。 さすがに危険だから、今までは、ね、そのしとか、ね、まあ、県とかって言われてるような。もうちょっと上の行政単位のところしか認めなかったんですよ。まあ、それでも結構めちゃくちゃなことをやってて、嫌われてたりしたんですけれども。これをですね、末端の組織のところまで認めるっていうことを言い始めたんですよね。そうすると、この末端の奴らが、これを。 悪用しようとするのはもう間違いないじゃないですか。うん、それはそうですね,ね。で、しかもです。今、あの中国の公務員であの給料をだんだん払えなくなってきちたんでうん、うん、公務員に給料が払えないなんてね。あのなのであれなんですよ。手当が廃止になったり、うんうん、ボーナスが廃止になったりうん、うん、みたいな感じのことが今どんどん進んでるんですけど。 でそれとどうもバーター取引みたいな感じで行政執法権が与えられたんじゃないかみたいなね。あのー、給料はボーナスとか手当あげないけど、うん、その代わりお前他の人からちょっと取 <laughs>、うん、<laughs> っていいぞとそう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  <laughs> そう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 いってんじゃないのとそうなるとますまそう間企業は終わりますよね、うん、そうですねうそ、ね、う民間そうそ全部取られう取られるから でも、何を言われても、もう文句言えない形で、うん、金持ちであることが、もうそもそも罪みたいな形で。やっちゃうような形に動いているわけなんです。まあ、なんか、こういう風に、みんなが言うこと聞かなくて、<laughs> 強権的に物を奪ってっ。でても、本当に社会主義の崩壊と、なんか重なる部分がありますよね。<laughs> そうなんですよね。なので、えー、その社会主義路線に回帰してるとも言えるし、うん、ある意味。 中国共産党体制の末期症状を呈してきたという形で見ることもできると思うんですよ、ねうん、ああそうですね、中共は自由を利用してう,うまく経済成長したんだけれども、うんうん、それがもうできなくなって自分たちで内側に閉じこもって。うんうんうん 崩壊に近いいてるという、はい、そういう形ですよねるなるほどですね。ですので中国企業に投資をするとかっていうことを、うん、まあや,、ね、やってる方結構いると思うんですけどもうん、その時代ではありませんよと、うん、まあ代表は孫正義さんですけれども、はい、まあ孫しまくりになるんじゃないかなみたいなね <laughs> なる <laughs> みたいな感じになってます。はい、で日本企業が忘れてははいいけないのは 今ね、テンセントがいじめられてるアリババがいじめられてる、うん、俺たち関係ないとかって思ってると思うんですけれどもいつ外資に向かかってくるかなんんんてて分かっったもんじゃななないいででですすすよううことなんです、うん、そうですね、うん、なのでいくら中国にね一生懸命中国共産党をよいしょしながらいてもいつやられるか分からないという状態にあるということを理解した上で。うん どういう対処をすべきなのかっていうのを真面目に考えないといけないいいとけんですよ、うん、もう西側の当たり前の常識論理みたいなものは通用しない国になってきたっていうこと、うん、それをあの忘れないでもらいたいなともう中国経済は終わりが確定いたしました。確定したそうです、ね、<laughs> はい、はい、ということで分かりやすい解説ありがとうございました。はいありがとうございます